えー 早速ですが始めさせていいいたただきたいと思います、えー、まずはあの私の方からはじめにですね、まあ、あの今回のトークについて少しだけお話をさせていただきたいと思います、えー、4日間にわたってこの京都で開催してまいりましたアートフェア ACK ですが、えー、あのこの ACK というのはですねあの京都府さんのサポートをいただきながらそしてご一緒に行っているまあ国際的なアートフェアになります。 そしてですねあの、まあ、今年で2回目を迎えるんですけれどもあの本日はこの ACK のクロージングトーク、まあ、最後のトークということで今一度今年を振り返りながらそして ACK もしくは ACK だけでなくこの京都という都市がこれからいかにまああの国際芸術都市として可能性を秘めているのかといったそういったところについて皆様と一緒にお話をできればと思います。 と思っております。 まあ、この京都なんですけれどもやはりこの歴史が非常に奥深い都市ですそしてそういったところにですねこの数年はさまざまな芸術の教育機関芸術大学をはじめまた若いアーティストのスタジオそして国内外のギャラリーが集まってきていますこういった今新しい風が吹いてきている京都なんですけれどもその中でこの ACK コラボレーションというのをテーマに アートフェアとししてて開催していますコラボレーションこの中には行政と民間そして日本もしくは京都京都とそして国際的な世界ですね京都と世界こういったコラボレーションをテーマに我々 ACK 開催をしているんですが本日はですね井上さんそして今香港にお住まいの寺瀬さん。寺瀬さんはですねもともとサザビーズで で長年お仕事をされた後に今香港でアートアドバイザリーの会社を立ち上げてご活躍されています。そして不時をお招きしさまざまな角度からこの京都というものをそしてその可能性をお話しできればと思います。さて早速なんですけれどもあのまずはですねまあ、あのこの今今の京都の現状というのを少し皆さんにお話し伺えればと思います。 まああのー、来年はですねいよいよ京都に文化庁が移転してまいります、えー、このあたりも踏まえながらぜひ不時事へ少しお話を伺わせていただいてもよろしいでしょうか。えー、今日は皆さんありがとうございますあのご視聴されている皆様にも心から感謝を申し上げたいと思います登壇者の方にも本当にありがとうございます。<laughs> まあ、まず現 京都のまず魅力というところから話しますと、一つは、もともと自然環境がですね、山、ま、と、あ、まあ、それか鴨川を中心について水のところがあると、その上に1000年以上にわたってのまあ文化の積み重ねがあるということで、あの5月に岸田総理が来られたときにも、まあ、京都の文化にはその背景に、 歴史の積み重ねると生活があるということがあって、まあ、遺跡っていう文化もあるんですけれども、まあ、ずっと生活に使われたまま、まあ、京都がここまで来ているということで,、まあ、で文化というと1、まあ、つは文化財いわゆる建物ですね寺社とか仏閣、まあ、そういうものがありますしそれからあー伝統芸能ですね能、えー、とか狂言、まあ、歌舞伎とかあと茶道華道のようなですね生活それからまあ新しいところで言えば ゲーームとか、まあ、アニメーションそれから食ですね食べるもの、まあ、そうしたあの文化の積み重ねがあるというところがまあ一つの魅力であって、まあ、しかもそれが今も生活に根付いている例えば文化財見てもお寺でも神社でもですね何も使われてなくて建物だけが残っているわけじゃなくてその中ではずっと毎日のように営みが行われているという意味においては多分世界的にも こういう都市っていういいとののはないと思うので、まあ、それを,を今後どう生かしていくのかという意味においてはあの文化庁が京都に来るということはあの今まで、えー、東京にあった文化庁と違う何か新しい文化庁の、まあ、役割というかですね一段階高いところに行った文化庁の文化政策というのも 是非とも私としては期待したいというところですね。はい。ありがとうございます。本当ですね。あのいよいよそういったあのことが、えー、起こりますますまああの文化の中心地としてまあ,あの日本の中でもあの京都がより一層そういった側面を、えー、帯びてくるんじゃないかと思うんですけれども、えー、あの今あの実はニューヨークから、えー、京都に直接いらしていただいた寺瀬さん、え <laughs> <laughs> そしてまああの長年日本でもお仕事をされた後にまあ,あのここ 数年あの香港で、えー、拠点を置かれて、えー、様々なあな都市を、えー、と見てらっしゃると思うんですけれども少しそういった視点から見る京都という、まあ、魅力もしくはお考えになられることをお聞かせいただけますか、はい ありがとうございます寺瀬ですご話いただいたようにもともとサザビーズというオークション会社で去年の6月まで香港ベースにアジア全体の現代美術の担当をしておりまして去年退社して1年前にニューヨークと香港に拠点を持つアートのアドバイザリー会社を作ってあの昨日まさにあの この岩政さんの1回目のディレクションということで,ですねぜひートさせていただきたいということで予定を合わせて昨日ニューヨークから戻ってまいったんですけれどもアートの世界でいうと京都という都市の持つ魅力というのはおそらく一般的な観光客の方が京都に思われている以上のものがあるんだと思っています。やっっっっぱりり文化的なな深みだったたたととかか先ほど知事がががおっしゃったようなただ単に建物が古い建物物古いあるとか 遺遺産遺跡だけではなくてですねそこにその営みがあって継続性があるその伝統があって続いているものがあるということがやっぱりアーティストだったりとかまあそういう芸術関係に関わる人たちにとってみれば非常に魅力的だと。でまあ今回今回の,の ACK に合わせてこのトークをしようという話になって何を話したいかっていう議論をまず最初に山下さんさせていただいたときにまあぜひいかに京都がこうアジアを代表する世界を代表する する文化都市として世界に発信できる可能性があるかということをもう一度皆さんと共有して知事にも改めてご確認いただいた上で本当に何ができるかというのを前向きに議論して終わりのクロージングトークにしていくっていうのをやりたいねっていうことで今回このテーマになったんですけれどもまたちょっと後で詳しく話させていただきますがえまあ,あのアートの業界でいくと同じような例っていうのは多分イタリアのベニスという街が非常に 西洋の目指すところのモデルをできている体現できているところだと思うんですね非常に古い本当に15世紀16世紀から繁栄しているヨーロッパの商業都市が今一大観光都市なわけですけれども2年に1回ビエンナーレという現代美術の祭典が開催されてそこに合わせて世界中の現代美術のコレクターが集まるというのを都市としてできています。それのののたためめにににに本当何何万人何十万人の人人十が現代美術の祭典に参加するために ビニスに訪れるということがその町ではできていて、京都も同じような流れを作れるだけの都市としての魅力度があると思ってますので、まあそういったことも含めて今日お話しできればなというふうに思ってます。ありがとうございます。えー、そうですね、本当にあのこう今あの継続性あの持続性というあのキーワードをテ寺さんからお伺いさせていただいたんですけれども、やはりそのまあ我々もアートフェアをやっているまあ身として、そしてまた京都府もですね、この A.C.K. だけではなく 実はさままざな現代例えばですね今回この ACK というのが、まあ、あの国際的なギャラリーを誘致するアートフェアに対してですね毎年2月3月ごろに京都府さんが行ってらっしゃるもう一つアートフェアがあります。こちらはアーティストフェアというフェアでまさに先ほどお話ししたような京都の芸術大学を出たての新進 営のアーティストのサポートそういったことを趣旨に行っているアートフェアです、まあ、そういった,あのたあの多様なです、ね、あの面からサポートをすることで、まあ、あの私が拝見する限りではそういったこう持続性を伴った、まあ、芸術支援というのを、まあ、ふとして行っているように拝見しておりますであのやはりこういった持続性やあの、まあ、ビジネスをしていく上で持続性というのが非常に大事だと思うんですねで、まあ、の持続性 国れのを維持するために今回、ACK もさまざまなご賛同いただいている企業から協賛をいただいて活動をしていますがそういった民間企業との取り組みというのは欠かせません、このあたりぜひ企業もしくはビジネスの側面から見たアートもしくは現代アートということについて少し井上さんからお話を聞かせていただけますでしょうか、はい、あ井上です。 私どもの団体はあのカルチャービジョンジャパンという団体で、で趣旨としては、えー、クリエイターとそれから産官学をつなぐ、えー、創作のプラットフォームっていうことで、えー、活動してます。あの日本の場合はですね、あのどうしましてもどこの分野でも縦割りに。 どうしててもなってるわけですねクリエーターの人たちでもそれぞれの芸術分野も縦割りになってるそれから役所も役所の中でどうしても文化庁経産省その他が縦割りで活動をしているそれから産官学のフラットな付き合いっていうのがなかなかできていないというところが問題を解決するときにあの障害になってるっていうふうに考えてます。そそういうい意味で私たちはあそそれ それぞれの分野をつないできちんとした議論ができるような仕組みを作っていきたいということで活動しています ACK はですねスタートの時から、まあ、京都府さんが主体となられますけど民間のスポンサーをきちんと呼び込んでいく。 で将来的には ACK として自立して持続可能なアートフェスティバルにしていこうというふうなご意思があられてでそういう趣旨を受けて私たちの方もですねそれぞれの企業の皆さんに対して ACK の意義を話して ACK のスポンサードをしていただくっていうふうなお願いをしてきております。 非常に、えー、独特な伝統文化がありそれから従来から長い期間、えー、ビジネスをしてこられている古い企業がありそれから新しく京セラとかですね新興でもう非常に大きくなった企業がある。 でこの頃はですね IT 系のベンチャーさんも京都に結構出てきてるっていうことで京都にベースがある企業もたくさんあるそれプラスですね、えー、日本の全体の企業からすると京都っていうのはあの京都としての魅力を持っているので、えー、そういうふうな企業もですね、えー、京都でアー,ティストあのアートフェアをするぞっていうことについては強い関心を持っていただけるっていうふうな、えー、都市 存在だといいううふうに思いますそういう意味で京都っていうのは、えー東まあ、日本に開かれてるだけじゃなくて世界にオープンに開かれている街っていう側面も非常に強くありますのでそういうところを生かしながら、えー、各企業の取り組みを発展させていけばいいんではないかなというふうに思いますありがとうございます。 そうですね、あの今お話しいただきました、まあ、あの企業と、えー、行政とアートの関わり、この3つがどう関わっていくかという、もしくは共同していくか、これは非常にあの大事なことだと思うんですけれども、えー、今回ですね、まああの、京都府さんの、えー、アートの取り組みということで、えー、今年はですね、あのこの ACK、えー、補税展示場というのも新しく、えー、取り組みを開始いたしました。このような、まあ、こうインフラというのも大事だと思うんですけれども、 そのあたり、えー、不知事いかかがでしょうか、まあ、あの今、保税展示場の話がありましたけれども、まあ、これはあの今回初めてこの ACK で、保税展示場の許可を取ったという、まあ、これは、まあ、一つの例示なんですけれども、やっぱりあの先ほど皆さんありましたように、ちょっとあのアーティストフェア京都の話もありましたし、それはあの、まあ、6年目になるんですけれども、若手の、えー、アーティストの方が自ら、 作品ををを説明ししててて販売をするとということをやってまして、まあ、文化博物館とかでやってますが去年からは清水らで今年度はあの極定ですね小泉院でやるということになってますけれども、まあ、そういうものとかあとあとちょっとですね アートテクノロジービレッジ構想というのを今我々、進めてまして、これはあの大山崎の,あのマクセルという会社の敷地を無償で借りまして、まあ、そこでアートとテクノロジーの融合で,で、これはどちらかというと新しい産業とかを生み出していこうということですが、そのもう今、アートとテクノロジーの融合というのはもう世界的には完全に産業の新しい動向になってますし、まあ、そういう意味ではあの、アートっていうのは、 京都の場合特に伝統工芸品とかもありますからそういう,こう産業との結びつきもしやすいとでそのあたりの、まあ、インフラというよりも環境を整えていくというのが、まあ、行政の役割で先ほど井上さんからありましたただ現代アートについてはしかも日本の現代アートがもともと貧弱だっていうしかもその貧弱の中も東京一極集中になっているということにおいては、まあ、最初スタートさせるときにはですねやはり一定の我々が。 呼び水というかまあそういうことをしなきゃいけないということであのインフラというよりもまあ最初のこうスタートに立つところではですねまあ一定の役割を果たす必要があるんじゃないかという判断してですねまあこのプロジェクトに取り組んでいるわけです、はい。 ありがとうございます。あのそうですねあの今年は、えー、実は ACK あのまあ,あの少しだけお話をさせていただきますとまあ,あの価格帯についても非常にあの多様な作品を持ってくるように努めています。今年ですとまあ,あの新聞にも紹介いただいておりましたが、えー、高額商品ですとまあ、数千万円のような作品が、えー、売り買いされています。まあ、そういった時にですねこういった補証もしくは税金といったところやはりかなり高いお買い物ですので大事になってくるものなんですけど。 まあ、あのこういったところあのやはりあの民間だけでなくどうしてもこの行政のサポートというのも非常に大事になってきます。えそして、まあ、あのこの海外の事例のあのでお話をすると、まあ、例えばあの今年の9月に、えー、韓国ソウルで、えー、初めて開催されたこのフリーズソウルあの実は非常に、まあ、そういったあのコロナ禍で、えー、開催をされあの渡航制限なんかもあった中行われたんですけれどもあの 韓国政府がやはり芸術というのは非常に大事だということで支援をしていたというような話を現地で聞きましたこのあたり少し海外の事例の一つとして寺瀬さんお話聞かせていただけますかはいありがとうございますフリーズというのはですねアートフェアは世界でいくつか大きな運営会社があります一番有名なのがアートバーゼルと呼われるもので、まあ、名前の通りバーゼルというスイスの町から発祥してるんですけれどもアートバーゼルバーゼル,アートバーゼル マイア,ミアートバーゼル香港という3つのフェアとあと先,週先々週やっていたアートウィーク東京だったりとか、まあ、いろんなこう小さな都市でのサテライトフェアの運営を手伝っているものそれからフリーズというのはもともとロンドンで学生たちが実はデミアンハーストという現代作家たちが学生の時に作ったフェアが発祥なんですけれどもそこから出て今ロンドンとニューヨークという2つの都市があって初めて今年の9月にアジアに 初進出とということで選ばれた都市がソウルですで、まあ、ソウルが選ばれた時っていうのは今みたいにこういうコロナがえある時っていうよりは、まあ、ソウルという街がえまだそんなにこう西洋から見ると未開発というか <laughs> あの知られてないところだし、まあ、ずっとこの K−POP カルチャーだったりとか、まあ、K ドラマだったりとか韓国の文化に対して特に西洋ですごく関心が高まっていることもあるので、えー、まあえソウルで第1回目が9月に行われて非常に大盛況 で私ももちろん現地に行ってたんですけれどもあの非常に驚いたのが、えー、もちろんソウルにいる人たちソウルのまあ市内に住んでいるまあ韓国内の人たちも退去してここに訪れたんですけれどもだけではなくてですねアメリカとかロンドンとかまあニューヨークその 海外の、えー、例えば美術館、まあ、ACK さんも何人かそういう方々いらっしゃってたっていうの伺ってますけど例えば帝都だったりとか、えー、グッケンハイムだったりとかっていう美術館の、えー、トラスティーたちドーナーたちその運営メンバーたちが、まあ、このために。 ソウルに来るようなツアーを組み込んでですね非常に多くの西洋のアート関係者も来ていてでそれに対してまあ運営側のフリーズ会社もそうですけれども、まあ、韓国政府自体が非常にその。 ようこそ韓国じゃないですけれどもあの本当にもう国民総出でそれを受け入れるというのがも,うものすごくムンムンにこうあのエネルギーがあふれていて、まあ、今、ちょっと BTS が出てますけど今、BTS って本当にあの私はちょっと世代が違いますけど、まあ、若い子たちを中心にここまで本当に韓国のバンドで世界に流し入れたバンド今までないと思うんですけれども彼らの,そのメンバーたちが会場に来てアートを見たりとかでまたそれを西洋人が見てあこの人 たち知っていると、まあ、イカゲームの、あの、人たちが来たりとか、も、ま、う、あ、本当に、その、韓国で、も海外から見たときに。知られている韓国らしさっていうものをですね、もう、みんなが寄せ集めて、その時期に、おもてなしするというのが非常にありまして。も、ま、う、あ、みんな大満足度で帰って行って、まあ、毎日、韓国で、あの、美味しい、その、焼肉を食べて、焼酎飲んで。掃除飲んで、あの、マッコリ飲んで、まあ、すごく楽しい思いをして帰ってった。で、何が言いたいかっていうと、やっぱり、こういうアートフェアの祭典っていうのは、もちろん、あのア、アート。 見に来るアートを見つけるっていうことも大事なんですけれども一つこう一つの言い訳としてみんなこの時期に集まってくるっていうのが大事なんですよねで本当にそのアートを見に来るだけじゃなくてそこにあったら人に会える何か新しいことを発見できるとかやっぱりそのルーティーンの中に組み込まれるためにはやっぱりおもてなしっていうのが非常に重要になってきてそういう意味でのやっぱり韓国の事例っていうのはきあの極めて参考になるんじゃないかなというふうに思いましたしやっぱり日本もあの日本っていうのはどっちかというとこう日本人って 自分たちからアピールするというよりはこう見てもらっていいのを知ってもらってまあ来たかったらどうぞっていうのが文化だと思うんですけれどもここで少しもう少しこうちょっとアグレッシブにですねこう自分たちからのアピールをしてやっぱり海外の人がアジアの中で1つだけアートフェアに行くとしたら京都だよね韓国じゃなくて京都だねっていうふうになるだけの街の力がまた同じ繰り返しになりますけれども京都にはあるというふうに思っています。 ありがとうございます。えー、実は今年 ACK ではですね、あの美術館での、えー、レセプション開催ですとか、もしくは、えー、この国際会館だけでとど、えー、まることなく、えー、京都市内のさまざまな場所で、えー、関連イベント、もしくは展示をすることによって、てれ訪れる方々に、まあ、京都市、もしくは京都府を、えー、楽しんでいただけるような、まあ、の仕組みを、えー、新しく始めました。えー、府知事、あの、いくつか回っていただき、ご覧いただいてたかと思うんですが、今のテラスさん あの、えー、お話を踏まえながら、このあたりいかがでしょうか。あのですね、まあ K-POP を含めて韓国はまあ。 これ、ちょっと本当に国策としてやってるかどうかは分からないんですが政府がかなりですね全面出てることは間違いないと思いますしそれはでも今までも世界のいろんな国でですねあのあ、まあ、とか別に文化ですよね文化に対してそういうのは非常に例えば中国も4年ぐらい前に文化庁,文化庁と観光庁ですね文化観光部というのに統合したと。 いうようよなこともあったりしててだから今回あの文化庁がまあ、たまたままあ、京都に来るというタイミングでこの ACK もやってますが他にもさまざまな文化のイベントについてあのもっとこう中央政府が国があの関与というか参加するっていうことが非常に重要なんじゃないかなとでここはあの我々がというよりも文化庁自体も変わろうとされてて今まとめてる文化政策が見るとですねこれはまあ総理も言って おられれるんですけれども文化というのは人の心に潤いとかあそういう癒しとかもあるんだけどもう一つやっぱり地域の活性化とかですね、まあ、経済成長にもですね非常に大きな効果があるとそれを目指すわけではないんだけれどもということを考えるとですね今のまあ話を聞けば、まあ、せっかく文化庁が来るとまああのこのオープニングの時にもあの文化庁の人も来てましたけれどももっと大きく あの支援をするととということとプラスそれも先ほど井上さんが言った通りでですね多分、もっといろんなけ産業政策とかいろんな仕事に関わってくるということなんでもう少し大きな力で国を挙げておもてなしも含めてやるとそれのなんか玉の1つがこの ACK になればですね一番いいんじゃないかなと思いますね。 今、経済成長そして経済成長とアートというところをお話しいただきましたがズバリ井上さん企業の方がより一層このアートをサポートしやすくなるためにこういったところがあったらいいんじゃないかですとかそのあたりもしよろしければお話し聞かせていただけますか。はい あのまあ、企業が現代アート等をサポートするという全体としてあの前提として国の政策がどうなっているのか今、西脇さんがお話になりましたけれどあの日本の現代アート市場っていうのはあの日本の国力と比べると非常に小さいというふうに言われています。 で、えー、文化庁は生い立ち的には古事仏閣の維持修繕とかですねあの伝統文化を保護するっていうところからスタートしてきたっていうところもあ,ありましたでそういう意味で、えー、現代アートを支援するっていうふうな施策っていうのをきちんと取り組まなくちゃいけないっていうのが、えー、文化庁の 課題となってますで先ほど出た韓国はですね2000年から文化政策に対して各政権が変わりましてもそれぞれの政権の基本的な施策として文化芸術産業を支援するっていうのをずっと入れてきてるんです。で億ぐらいなんですねでその中でかなりの部分が古事物価の維持修理とかに使われていて政策的な予算規模っていうのはそれほど多くないんですけど 韓国はですね3,000億4,000億っていうふうな予算規模で文化芸術支援をしてるんですあの国,あの国の規模からするとですね本当に一人当たり6倍から8倍ぐらいのお金を国が投入してるっていうふうに言われてますでただじゃあ日本の文化庁は何もしてないかって言いますと2014年から現代美術 の海外発信に関すする検討会っってていうのを作ってですね日本の現代美術を海外にもきちんと発信していこうというふうな研究会を作ったりそれから2017年に内閣官房とそれから文化庁が共同で文化芸術政策をサポートしていこうということで文化経済戦略っていうのを発表したりそれから最近はですね2022年,22年 は経産省がですね、えー、文化とアートをーどういうふうに好循環に持っていくことができるのかというふうな委員会を作ったりとかですねそれぞれ、えー、内閣官房、文化庁経済産業省、観光庁等のそれぞれの役所が日本の持っている文化の力を、えー、産業化していき本当に好循環を作っていき海外に発信していこうというふうな動きを示している。 そこが一つの大きな支えになりつつあるっていうところですでもう一つ経済界的に言いますとこの頃皆さんも書,書店に行ったらわかりますけどあのアート思考とかですね文化芸術の本がですねビジネス書の棚に置いてあるわけですねそういう意味であのビジネスを 司さっている人たちもあのアートとか文化芸術っていうのが自分たちのビジネスにとって必要なものではないかっていうふうな議論が起きています。で今までは企業からするとメセナっていうのが 企業活動とは別に文化芸術に対してお金を投入しようっていうふうに、えー、社会貢献活動として文化芸術にお金を出すっていうことが一つのパターンとしてあったんですけれど最近はあの文化芸術とかアートっていうのが企業の本業とシナジーを持ってるんじゃないか。 本業としてきちんとアートと文化芸術に取り組まなくちゃいけないんじゃないかっていうふうな企業が非常に増えてきてますで ACK も、えー、三菱自主さんがトップスポンサーをやられておりますけど三菱自主さんはですね、えー、丸の内有楽町エリアの再開発にアートを軸とした再開発っていうふうなスローガンを掲げられていますすなわち町の価値を上げるためにアート 芸術っていうのが非常に役に立つんではないか自分たちの本業としてそういうものをきちんと取り組んでいかなくちゃいけないんじゃないかっていう風うな企業が出てきています東京の場合にはほんあの三井不動産さんも、えー、森ビルさんも戸田建設さん も東京建物さんもそういうふうなディベロッパーの方々が積極的な取り組みをしているとかですねそれから金融機関の皆さんも富裕層の人たちを相手としてきちんとしたビジネスを展開していこうとするときにあのアートっていうのは富裕層の皆さんに対するサービス提供として必須とても大事なことだっていうふうに思われてます。そういうい意味ででアートに対ししてて企業業が本業として取り組んでくる 来ているっていうふうな活動が非常に増えてきてるっていうのがいい傾向だと思います。 ありがとうございます。今ですね、まあ、産業としての文化、えー、というようなお話をいただきました。そして、ひいては、それがですね、あの、都市の価値を上げていくきっかけになるんではないか。こういったお話を今いただいたんですが、一つそこで、あの、ぜひ、テラセさんにお話を伺いたいのが、えー、今年、えー、同じく初めて開催されました、えー、パリの、えー、パリスプラス、プリウス、えー。これについて、あの、こちらのバーゼルのアートフェアの一つなんですけれども、 そそれこそあえて、えー、バーゼル・パリではなくパリ・プリュスというパリという名前をしっかり冠につけているところまたそしてそもそもまあフランスもしくはパリという都市がまさに今こういったあの都市の価値を、えーまあ、アートないしや文化が、まあ、そういった価値を上げるきっかけになるというのをいち早く気づいてあの取り組みをあの行政、民間が一緒になってやっている場所だと思うんですね。その辺りあああたりり少しお話を伺わせていいいだけまますすかはい、ありがとうございますあの コロナ禍でまあいろんな産業が。 非常に大きな変化を迎えたと思うんですけれどもアート業界で言いますと、まあ、コロナの前って本当に、まあ、山下さんもそうですけれどもあの毎月なんかこうアートノマドみたいにですねもういろんな都市に行ってアートフェアに参加して同じギャラリーと同じアーティストと同じ人に会ってご飯を食べるっていうなんかちょっと途中でこうあれって思うんですけどもう忙しすぎてなんかそのスケジュールずなんかこうファッションウィークみたいな感じでずっとみんながこう世界中回るっていうのがアート業界 世界ではこうたしなみみたいな感じだったんですけれどコロナになって一っっとそれができなくなりましたと。 で、徐々にコロナが終わって戻ってきたときに、みんなあんなに旅行する必要あった、あんなにいろんなところにアートフェア見に行く必要あったっけっていうふうに思って、まあ行くんだったら、ただアートフェアだけじゃなくて、そこに美術館があったり、おいしいものを食べれたり、ショッピングしたり、まあ都市としての魅力度があるところのアートフェアが勝ち残っていくよねっていうのが、今のなんとなくのアート業界のコンセンサスでして、そういう中でバーゼルって、まあ行かれたことある方いらっしゃるかわからないんですけど、アートバーゼル のバーゼルって非常に牧歌的な綺麗美しいんですけれどもまずそもそもダイレクトフライトがほとんど都市がないのでもうジュリヒから電車で2時間かけていかなきゃいけないとかホテルも5もつ,つ星と言えるようなホテルが1つしかなくてですね大体いいビリオネアのコレクターは10年ぐらい前から部屋を押さえてるんですねでそこに泊まることが1つのシンボルとなっているんですけど逆に言えばそこしかない。 みんなその中でこのパリスプラスっていうのがアートバージョンが今年から始めたんですけれどもパリってアートフェアだけじゃないところの魅力がすごくあるのでやっぱパリだったら行こうかなと。ままたこれうまいのが パリススプラスまた運営あの業界は違う運営自体は違うんですけどフリーズロンドンっていう同じヨーロッパの中でのアートフェアのロンドンが、まあ、アートウィーク東京と ACK みたいな感じでこうちょっと時間がなんとなくつながって開催されたのでアメリカ特にアメリカのコレクターとかはじゃあヨーロッパ行くんだったらフリーズロンドンとアートパリスプラト パリのパリスプラスを合わせていこうというふうに今なって、まあ、今年大成功だったんですねでまだ会場が今仮会場でグランパレっていう大きな会場が2024年に完成するのでそこまではなんとなくフェア自体のクオリティは多分そんなによくないんだと思うんですけれども今業界の関係者は2024年にグランパレができてパリスプラスが本格的なサイズでできるようになればこれがヨーロッパ一のペアになるかもしれないねというふうに今言われてます。で 今ってアジアジの中で、まあ、私、香港に8年住んでるんですけれども、まあ、香港は商業の都市としての、まあ、アジアの中での絶対的なアートハブっていうのもあるんですがアートバーゼル香港どうなの香港どうなのっていうのになってる中でみんなが香港じゃないアジア一のアート都市誰がこれを奪っていくかっていうのがすごく話題になっていてその中に上がっているのがこの例えば京都だったり東京だったりシンガポールだったりあと韓国。 っってていいうのののがなな、まあ、なんとなくのこう今候補になっているので、まあ、どこが抜け,てる抜けるかっていうのが、えー、今みんなが注目してるんですけれども特に西洋のコレクターはアジアは遠いので来るとしても1年に1回行くとしたらどの時期のどのフェアにどの年に行くかっていうのがあのこれから面白い、まあ、戦国時代みたいになってくるかなというふうに思ってます。 ありがとうございます,そうです、ね、実はあの実際、この、えー、数日の間にこの ACK もしくは京都にも、えー、今お話しいただいたバーゼル、そしてフリーズ、えー、そういったところから、えー、視察に、えー、皆さん来ていらっしゃいましたというのはです、ね、あのかなりそういった、まあ、グローバルで展開をしているアートフェアがこのグローバライゼーションといいますかグローバル化のちょっと限界をあの少しあの感じ始めてきているでと同時に、まあ、あのアート界の人々がだからこそこのローカル まあ地域性もしくはそれがもたらす、まあ、ユニークなアートフェアを訪れそういった体験をしたいというような声が聞こえてきています実際今回参加している国内外のアーティストとしてギャラリーからもこの ACK もしくは京都というのがとにかく楽しいとあの売ること商売することはもちろんなんだけれども毎日毎日本当に楽しいんだという声をすごく聞きます。こ、えー、こののり踏まえまえしてこの後どう,こう京都が さらに魅力を作り上げていくことが私はできると思うんですがぜひ少しお話聞かせていただけますかあのこれからというよりもですね今の,あのテラスさんと井上さんの話を聞いてですね、まあ、若干色を強くしたところがあるのはまず寺スさんがおっしゃったように。あの いわゆるそのアートフェアだけじゃなくて周りの,そのおもてなしも含めてというのは実はあのこの水際緩和されてからですねここ国際、国立京都国際会館でも立て続けに学会ですね、特に医,学の医療の関係の学会というのは京都で開催が非常に多いらしくて私もこの間カテーテルの治療と 放射線のがんの治療と高血圧全部開会式にあの挨拶には来てたんですけれどもで大体ニューヨークでやるよりもハワイハワイでやるよりも東京東京でやるよりも京都で学会なり国際会議をやると圧倒的に、えー、参加者が多いといやだから逆にコロナの時にハワイにかなりあのそのそ国際会議取られて結構ここの。 経営も大変だったんですよでもということはもともとそういう魅力が、まあ、あるのでもしそういう,こう流れになってくるんであれば京都にとってはですね非常に、まあ、ありがたいで集めるとそれからあの井上さんのメセナの話ございましたよねでメセナっていうのは、まあ、もともと社会貢献で文化活動をやるとそれがあの企業の収益にもっていったんですが実は京都っていう都市は。 かかなり昔からですね実はその文化とか芸術の積み重ねを産業とか経済活動に置き換えてきた街そのものなんですね。例えばあの文化で言えば例えば華道も茶道も歌舞伎とか能とか狂言って。 あれ和装がなければ成り立ちませんよね全部でその和装業界っていうのは、まあ、友禅とか西陣織があって単語織物があるんですがでその一つ一つの織機も,もう全て伝統,伝統工芸品って言ってますけど全部今実用化されているものでそれで、えー、かなり産業がまたもちろんあの時代の波とか。 生活様式の変化で売り上げ減ったりとかしてますがそういう意味では文化芸術の,この積み重ねを経済に変えてきたっていうところもあるのでそういうあの土台があるのでねだから今の今の寺さんの話を聞いても、まあ、そういうその背景もずっと積み重ねがあるのと、まあ、来て楽しいと言っていただく要素はあるそれはもう本当に国際会議 もう学会とかすすすればすごいんですよ人気がだからどうしても京都でやりたがられる <laughs> あのところが多いんですけどね、まあ、それを、まあ、今回あの最初この ACK 始めようとした時にそんなことあんまり考えもしてなかったんですがあのそういうことであってしかも世界的なものが戦国時代ということなんであればですね、まあ、是非ともそういう形で、えー、新しいその国際的な評価を得られるようなところに行ければあの非常にいいと。 というふうに思いますけどね。はい。はい 寺さんお願いしますあの今の話を聞いて一つ思い出したのが某トップブランドさんがアジアの中の顧客で VIP 向けのイベントをしますという時にどのアジアの VIP も一番来てくれる参加率が高いのはやっぱ京都で開催するイベントだそうであの日本国内の日本人向けの売り上げ云々ではなくもちろんそれでいけば香港だったり中国本土だったり台湾だったりがどんどんこう伸びてきているんですけれども都市として一番アジアの中で文化的に興味があって VIP が わざわざ足を運んでくれるところは京都が一番だっていうのは以前伺ったことがあります。ね そうですね。本当にそしてやはり何と言っても京都はえー、まあ、本当に神社仏閣もそうですけれども、様々なこうユニークベニューがえー、そしてその歴史を伴った建物が、えー、しっかりと。まああの保全されてまあ、あの残されている。こういったところも、まあ、今寺さんがおっしゃっていただいたあのきっかけになっているのかなと思うんですね。で、あの1つ、ぜひあの井上さんにあのお伺いさせていただきたいのは、まあ、その、えー、戦国アートフェア戦国時代と言いますか？そういったことの中で、えー、日本が。非常に 非常に今海外からも注目をされています。あの今回来日をしたアートメディアの中には、えー、来年は日本イヤーになるんじゃないかなと言っていた方もいます。というのは実は、えー、来年からまた新しく、えー、東京に、えー、現代アートのアートフェアができるということです。えー、まあの井上さん普段はあの東京でえっ、ー、と仕事されていらっしゃってベースが東京だと思うんですが、そちらからこう見た、えー、京都の魅力もしくは、えー、強み、えー、というのを少しわか 先ほどから皆さんがお話しされてるように。 あの本当に京都っていうのは古事仏閣もあるし伝統,伝統産業もあるしあの自然にも恵まれていて美味しい料理がたくさんあるっていう意味においてあの東京にいる人たちもあの京都に遊びに行くっていうのはすごくいいなっていう風なイメージですしあの世界の各地の方々も京都っていうのはすごく魅力があるっていう風に思われてると思います。アアートフェアが成功するためにはあのいい ギャラリーの方々が出展していい作品を出していただくとともにいいコレクターの方々があのやってくるでそういう意味ではあの世界標準で戦っていけるアーティフェアにするためには世界の人たちが京都に来てあの本当に楽しいよ京都に行きたいよっていう風な要素があるっていうのが本当に京都に とってすごい強みだと思うんですねそういう意味においてあの京都でアートフェアをするっていうことの強みを最大限に活かしていくっていうことによって東京と差別化ができるんじゃないかなっていうふうに思いますそれからやはりあの京都でアートフェアをするっていう時にですね日本の アートコレクターあのアーアトを買ってくださる人たちをどういうふうに育てていくのかっていうふうな視点もすごく大事だと思うんですね。でかつこの ACK はアートコラボレーションっていうことであのいわゆるアートフェアだけじゃなくてさまざまなアートに関する機能 美術館と連携するとか、えー、アートに関するレクチャーをするとかそういうふうなさまざまなコラボレーションがある機能を持つことによってあの日本の私たちが よく考えるとですね、小さい頃から現代アートに直接触れる機会って非常に少ないと思うんですね。で、現代アートに触れることによって、見ることによって、あ、現代アートってよく分かんないところもあるけれども、なんとなく素晴らしいところもあるねとかっていうことを体感することができる。それから、あ、現代アートを買うことによって、そんなに高い現代アートじゃないけど、現代アートを買って家に飾るとか、職場に飾るとかっていうことによって、現代アート。 が身近にあるっていうことがすごくあのー、自分たちの生活を豊かにしていく要素があると思うんですそういう意味でアートコラボレーション京都っていうことで、えー、そういうふうな、えー、従来アートを買わなかった人は現代アートに支度しまえてこなかった方々もそこに参加することができるそういうそういうふうな形をが大事だなってあの このアートコラボレーション京都のメンバーになっている京都商工会議所の方々とも話をしたんですけどいや普段自分たちあんまり現代アートって遠い世界のものに見えてしまうんだよねってだからあのアートコラボレーション京都に行く前に例えば現代アートについてレクチャーをしてもらうとか現代アートを自分たちの身近なところに飾ってもらうとかそういうことをすることによって雰囲気を を作ってもらえれば自分たちも参加意識が高まるんだっていうふうな話もあったんでそういう意味でいろいろな人たちを巻き込みながらやっていくためにはいくつかの具体的な施策を打っていくとより充実した京都でのアートフェアができていくんではないかなというふうに思います。 ありがとうございますそうですね、もう本当にそういった新しい層を取り込むというところで、まああの、例えば今おっしゃっていただいたような異業種とのコラボレーションということ、もしくはその長期的な目線でいうと、まあ、あの本日も行っていますが、キッズプログラムとして、まあ、あの教育というところに今目線を向けた活動を CK もしていますで。ただですね、やはり今おあのご指摘いただいたように、まあ、そのコレクターを育てていくということに関していうと、まだまだ日本は少ない。で今年もです、ねあの すごく目立っていたのが、えー、特に香港そして韓国からのまあこの三四十代のコレクターさんたちのこの A.C.K. 訪問もしくは来日がすごくえー、見られました。あのテラセさんまさにこの辺たり、えー、いかがでしょうか。どうやったらこうコレクターが日本で増えてさらにいきますかね。<laughs> あのー、まあ私の友達も何人も来ていてお客さんもずっと今いるとか言われていやごめんギリギリ会場入りするからってみんな帰っちゃって大体あのそういうお客さんって初日とか V.I.P. の。 時にいらっしゃってる方が多いんですけれども、あのでも彼らもやっぱり例えばまあね。数週間前に東京であったりとか、他のアートフェアがあっても、その中で京都に来ることを選んだんですね。で、さらに。ack ないしは京都のフェアが盛り上がるためには多分。 国内で行われているアートイベントが全て逆に集中する必要があって競争競合じゃないんだと競業なんだっていうマインドがやっぱり韓国なんか見てると必要だなと思いました。っていうののははフフリーズアートフェアトェ時って実は あの同じ会場大っきなフォーラムの会場のフリーズの下の階でキアフというもともとずっと韓国のディーラーさんたちがやってるアートフェア開催されてるんですけれどもそのキアフの母体が招致してきて「ぜひ来てください」と「あなたたちの名前が来たらもっといろんな人が来てくれるんで」こう乗っかるじゃないですけれども。まあ そのキアフがすみ分けして彼らはこうだけど我々たちはこうじゃなくってですねこの時に来たらもう全部韓国内のアートが見られるんですっていう時期を作ることによって海外の人がわざわざ十何時間かけてアジアに来るんだったらこの時の日本に来れば東京も見れるし京都も見れるしこれもできるっていうのをやっぱりみんなでどの時期にするかなっていうのだと思っていてまあそういう意味ではこの11月の時期って紅葉も綺麗だしすごくこう観光の季節としてもいいので一つ ACK のこの時期に合わせて皆さんいろんなことやってください日本全国でっていう流れもあるかなというふうに思っているんですけれどもあのそういうふうにできれば、まあ、韓,韓国とか香港とか近いところの人たちだけじゃなくてですね本当に西洋からの人たちが1年に1回行くんだったら、まあ、3月のアートバーセルじゃなくて11月の日本のアートを見に行こうっていうふうになるっていうふうに思いますね。 ありがとうございます。あの、本当におっしゃられる通りだと思いますね。あの、それで、あの、京都に関しては今、あの、実は写真の、まあ、あの、アートイベントですとか、先ほどた、あの、お話しい,ただい,いただいたような、えー、京都府さんが、えー、取り込んでらっしゃるイベント、実は様々なものがあります。で、また、あの、さらにはですね、やはりその伝統工芸、もしくは、まあ、古美術、こういった、あの、美術の分野の中でも、えー、現代アートだけではない、様々な分野のものが、 京都には、えー、ありますね、えー、とこの辺りをやはり巻き込んでいく一緒に共,、あのー、共同していく、えー、と共存していくというところを、あのー、一つキーだと思うんですが府知事この辺りいかかがでしょうかこれあのふさわしい例かどうかわからないんですけど私あの山形県で勤務したことがあるんですけどね東北の夏祭りあの仙台の七夕とねぶたと関東と山形の花笠にとってあれ全部行けるようになってるんですよ。 一気にあの1泊か2泊ずつでもですねあれいつそうなったのかっていうのは昔からじゃないと思うんですよね、どう見てもですね、えー、それ多分そうしたりとかあったりとかするのであの連携することは非常にしかも、まあね、国際の場で行けば東アジアの橋ですって言われますよね。 ちょっとと遠いとねあの忙しい人にとってみればと言われるからだから、そういう意味ではせっかく来るなっていうのはぜひとも必要なのとそれからちょっと先ほどはねあのいいこと言われたんで嬉しくてちょっと前向きなことだけ言いましたけれどもまあ、一方でねやっぱ現代アートのもともとのマーケットがねあの先ほど井上さんが言ったように日本のまあ国力というか GDP に比べると非常にああの狭いあの狭低いんですよね。 だからそれを上げていくとだからそれただ単に上げるというよりもやっぱり現代アートに触れてもらう機会をですね増やすということが非常に重要で私も去年まあこ,れにここに来てあの説明を受けるとかあと私がやっているアーティストフェア京都では本当にあの作家さんがあの説明をして販売をするんですよねだから聞くとですね本当は感性でって言われるんだけどそうじゃない人もいるんで私みたいに説明を聞くとああ創作意図を聞くとかねでここでも 海外のギャラリーと日本のギャラリーでこうどうしてこの2つの作品がここでコラボレーションしてるかという説明を聞くとあなるほどなとその作家さんのしかも人生みたいなことも語ってもらうわけですね。それは実は実現代言いいながら聞いたら聞たもう50年前にえ ね、あの作成されたものだっていうようなこともあったりするからだからそういう意味ではやっぱ現代アートのマーケットを増やすということが非常に重要でそれはあの子どもさんのキッズプロジェクトをやってたと思いますけどもやっぱりこういろんな層に向かってそれを発信していくということとそれからアートの世界でそのアーティスィア教都の若手のところで非常に高く評価されているのは販売をかなりの目的としてると。 えー、売約済みというシールが貼られていくのを見て、ですね、えー、そういうやっぱり作家さんを応援する一番の応援は、やっぱり基本的には購入してあげるということなので、そういう観点からも、ですねこのフェアみたいなものを軸として応援するっていう、まあ、両方ですね、だから買う側への対応とで、そこの購入者をどう育てていくのかっていうのは、なかなか難しいんだけれども、ファンを増やすということの努力、まあ、その辺はまた皆さんのご協力いただきたいなと思います。 ありがとうございます。あの、まあ、あの、だんだんと時間も迫ってまいりましたが、あの、今日ざまな、あの、素晴らしい、こう、ヒントとなるようなお話をここまで、えー、伺ってきておりますが、まあ、あの、来年に向けて、えー、まあ、あの、世界に、まあ、あの、文化芸術の発信地として、まあ、この京都から、まあ、ACK を通じて、まあ、さらにアピールしていくために、こう、どう、えー、どういった方向性といいますか、どういった方向をこう、ACK が向いて、 いけばいいのか。このあたり井上さんまあ今年あのご覧になられて、また今日のこのトークを踏まえて少しお話を伺いますか。あの A.C.K. 今2年目ですけれどもこれまでやってきた方向性っていうのは間違ってないんじゃないかなっていうふうに思います。あのアートフェアにコラボレーションっていうふうな視点を入れてですね、行政と民間 も協力していくそれからこれからの方向性として先ほど山下さんがお話になってましたけど京都の伝統工芸とか伝統文化等についても基軸はアートフェアだけどその周辺にさまざまなものを取り込んでいってですねバリエーションを増やしていってでここに来た人たちが本当に楽しめるというようなあのアートフェアにすると いいいいなという,ふうに思いますそれから京都の強みっていうのは町、えー、の中にみんなが行ってみたいなと思うような寺社仏閣があるし古い建物があるしそういうふうなユニークなベニューユニークな場所を使ってさまざまな展開をすることができる可能性もあると思います。そういういい意味でこ、えー、このアアートフェに来るととがとても楽しい どういう風なアートフェアにしていくのかっていう風なアートフェアの基本戦略をきちんと作っていくとともにあの具体的な打ち手っていうのも本当に最初は小さいかも分からないけれどもあの子どもたちをあの一定の時間はもう子どもたちがいっぱい来てうるさくてもし仕方がないけどみんなにあの現代アートに親しんでもらうような時間を作るとかですねさまざまな具体的なやり方あこの日はじゃ中小企業のえ 京都の経営者の人とか従業員の人たちに来てもらってこうレクチャーしながらあのみんなで回っていこうよとかそういうふうにあの具体的な施策をいろいろ打っていくことによって ACK としてのユニークさっていうのができてくるしあの今日本が置かれてる状況現代アートについても市場規模が小さいそれから日本の企業 東京でよく議論されるのはあのどの分野でも東あの日本って地盤沈下していってるよねってこのままだったら日本って本当に沈んじゃうんじゃないかとここじゃあどういうふうにして反転構成してい,していくんだろうかっていう時にやはり創造性とかですね、えー、アーティスティックな思考方法とか従来 日本で行ってきた教育とまた違ったような教育をきちんとしていかなくちゃいけないんじゃないかとか企業の中での従業員の人たちについても、うん、ウェルビーイングあの企業で働くことが楽しいとか自分たちが社会貢献ができるような意識づけをするとかっていうことをきちんとしていかないと。 日本は変わっていかないねっていうふうな議論がすごく行われてると思うんですねその中でやはりアートっていうのが軸になるんじゃないかっていうふうな議論もありますのでそういうところも取り込みながら本当に幅広いコラボレーションがあるアートフェアができるとすごく発展するんではないかなっていうふうに思います。 ありがとうございます。あのー、最後に、えー、寺瀬さんそして7時からも一言ずつ、あのー、いただきたいと思うんですけれどもまず寺瀬さんからあのまだちょっと今日着いたばかりだと思うんですけど少し、あのー、歩かれたご時間歩かれたと思うんですがいかかがですか、あのー、日本のアートフェアで見ない作家さんの作品が見れたな。 だっていうふうに思っていてやっぱりあの教育その子どもさんだったりとか、まあ、いろんな地元の,あの方をご招待して現代美術に触れていただくということも大事ですけれどもあのコレクターでまあ目が超えたコレクターが海外からわざわざ来た時にあこの作家があるんだというまあ質が保たれているっていうことを考えると非常に ACK さんはまあ小ぶりなフェアなのであの回るのはそんなに時間かかりませんけれども見せて,ている作家さんたちがあこの作家すごく海外で 人気で全然手に入らないような作家さんなのにここに出てるなっていうそれを日本の方が多分見たことない方が多いんだと思うんですけれどもそういう人たちを持ってこれてるっていうのは非常にこれは今画期的なことであまり日本の他の今までのアートフェアってなかったことなんですごくあの山下さん努力されてたと思いますけれどもやっぱりそういうコンテンツ力っていうのは非常に重要だと思ってますしあのこのコラボレーションっていうのは非常にいいのがあの現地の。 日本のギャラリーが海外のギャラリーを助けてくれるからいろいろ日本語ができないと分からない通関のことだったりとかそのシッピングだったりとかっていうことを一緒にやる仲間が現地にスタッフがいなくても手伝ってくれる人がいるっていう意味では海外のフェアが参加しやすいのでまあそういうこともあってこういう質な作品が来てるのかなというふうに思います。非常にに個人的はは京都っていう街は 本当にアジアで一番、な内視はまあ世界でベニスと並ぶぐらい、現代美術を見に行くんだったら京都とベニスってなれるだけのあの力がある街だと思ってますので、ぜひ楽しみに来年以降も頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。府知事お願いできますでしょうか。あのどうもありがとうございます。京都というのはもともとですね、あの伝統というのは 革新の連続だという言葉があって、えー、歌舞伎だってですねあの歌舞伎っていうぐらいだから最初はすごい奇抜な踊りだとこんな見たことないということから始まったと思いますし、まあ、今京都映画の発祥の地でもあってああいう新しいこのメディアっていうものを生み出したりとか結構新しいもの好きなところもあるので,でただあの現代アートでやっぱりとっつきにくいと思ってる人がすごい多いんだと。 ずっと現代なんたらいつ過去になるのかっていう私は,これは素朴な疑問ももともとあるんですけれどもあの <laughs> 要はですねだからそのうちレジェンドと言われるような作品も多分出てくるはずなんでしょうけどもまあそういうあの現代アートが、ね、根付くというよりもま日記興味を持ってもらう風土もあるしまあ、先ほどから出てる舞台装置としての京都っていうのもまあ非常にあの力があると。ただなんか 超えななきゃいけないけ課題とかもたくさんあると思うし、まあ、井上さんがちょっと先ほどおっしゃってたねやっぱ日本のやっぱり地位がなこう若干地盤沈下してるんじゃないかというのは皆さんうすうす感じててですねあの今の国際情勢も全部含めてなんですけど、まあ、それをまあアートの力で。 少しでもですね、取り戻せる、まあ、それの少しでもお役に京都が立てれば、ですねこんなにいいことはないというふうに思います、ただ、こういうものというのは続けなきゃいけない、で持続可能性というためには、めちゃめちゃな無理は多分できなくて、そのあたりをこうよく皆さん、本当だからこそコラボレーションだと思うので、あの多くの方のご協力とか、ご理解を得てですね、また進めていきたいなと思います。今日どううもあありりががととごござざいいいまましたす、えー、はい えー、それではですね、あの、本日、えー、クロージングトークとして、まあ、あの、国際アート都市としての京都ということについて、えー、お話をしてまいりました。あの、非常に、あの、国際的な視点、そして、あの、普段聞けない、えー、京都についてのお話、様々な角度から、えー、いろんな、こう、新しいことを伺わせていただき、非常に感謝しております。えー、ぜひ、あの、皆様、また引き続き、え、来年以降も、え、CK に、え、お出ましいただければと思います。 思っておりますそれではこちらで一旦このトークを終わらせていただきたいと思います本日はありがとうございました